はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回も、スターウォーズバトルフロント、3回目かな、またウォーカーアサルトでやっていきます。こちらはインペリアルだから、帝国軍チーム。というか、多分ウォーカーアサルトは、帝国軍チームじゃないと、勝ち目がないです。というわけで、ATST を呼んで、乗ると。だいぶもう、どういうルールなのかも分かってきたので、サクサクっとできるんじゃないかと。敵がいるんだよな、あっちに。当たんない。とりあえず死んだらウォーカーアサルトがどういうものだったかご説明をしようかな。あ、一人倒してた。ちょっと1キル敵をキルした時のね、ちょっと知らせが字幕しかないからちょっと分かりづらい。痛い、すげえ痛い。一人やった。彼をやって、オーバーヒートした。ロケット発射。そろそろ壊れちゃうな。降りよう。で、新しいアタッチメント、ジャンプみたいなものを手に入れました。あれを倒して、まずまあこのウォーカーアサルトというのは、まあ、帝国軍側はこういう ATST だとか ATAT とかを使うことができて、どんどん敵の拠点の方に攻めていって、めっちゃいるな。攻めていって、最終的に敵のキャンプ地点みたいなところを破壊したら、それで勝利。で、対する相手は、それを阻止すべく、なんかこの、発信機みたいなものを起動させて、そして、それをできた破壊できたら、ATAT がダメージ判定ありになるので、その間に ATAT を破壊されたら、相手の勝ちと。倒した。めっちゃ撃たれてる。こっち入ろう。でまあ、その場所はどんどん移動していくんですが、マップは全体自由に行けるので裏取りをしちゃうことも可能っちゃ可能であると。というわけでちょっと裏の方に行ってみよう。誰かいるかな。誰もいない。誰かいた。はい、倒した。見事な裏だこれは。あー、当たんない。倒して、さあさっさと移動。さあみんなあっちを向いてるな。よし、ヘッド。あ、ちょうど機銃から離れた。お、ダースベイダー、ダースベイダー来た。ダースベイダーがみんなやっちゃったかな。いてて、青、もったいない。ジュニーやった。では行って、さあ帝国軍、原作上悪者らしいけどどんどん攻めていくぞ。あ、これ ATST じゃないの。味方取っちゃった。というか今持てなかった。この辺になんか機銃置いといて、スクワットシールドゲット。あ、まずい。オービタルストライク。あ、敵がいるぞ。うまい。一人やったけど、やられて。さあ、いた。これは ATAT を操作できるんじゃないか。ちょっと ATAT を操作しよう。うん、あ、待って。設置しちゃない。設置して。ATAT、もしもし。さあ、こいつを操縦。原作を知ってる人だったらこれ操作できるのは相当嬉しいんじゃないだろうか。さあ、あ、これ邪魔くさい。すげえ邪魔くさい。車内オービタル。オービタル要請したけどやっぱり敵は離れてくる。
ちょっと見えないな、よく。いた。やった。これ、これ以上カメラを右に向けれないんだよな。で、これはダメージ関係なく、あと30秒。だけど、これ以上カメラを向けることができない、そっちに。そう。どこか他に、他のところに敵はいた。やった?やった。もう一人いるんだよな。やった。これ以上しても左にできない。この ATAT を操作し終わった後に時々フリーズしたことがあったんだけど、大丈夫かな?じゃあ、あの辺にオービタル置いとこう。で、ATAT の操作が終了。サブ乗った。ジャンプ。ダース・ベイダーだとか、帝国軍チームはダース・ベイダーが使えるのか、もしくは敵はあのループ。だけど、それを使える条件がちょっとよくわかんなくて、ただ、いつの間にかダース・ベイダーになっていたことが一回あったんだけど。その間にゲットしてるってもんなのかな。アシスト。さあ、これ本当に気持ちいいな、このジャンプ。これでどんどん移動していこう。できるじゃん、そんなとこにいる。あ、でそうだ、今使ってる武器はあのベータランク5で使える最高レベルの武器かな。おそらくこれが一番強いんだろうか。今持ってんのは、あ、これ爆弾だったっけ。もったいないもったいない。敵いるかな。とりあえず帝国軍は敵が通信機を動かし始めたらそれをオフラインにしないと。オフラインというかシャットダウンだ。シャットダウンする。こっちはまだオフラインのまま。まあつまりだからいるな敵。こっちでこっちの方で追いもしててもいいわけだ。シールド貼って、おお、これは売れねえのか。シールドの中に入ってこられたら攻撃食らうんだよな。彼を倒して二人やった。さあこれオフラインにしよう。この人やる、オフライン。でこいつ乗ってできるかな。お、ダースベイダーいる。ダースベイダーがいる。かっこいい。おお、かっこいい。お、撃たれた。いや、あー、戦闘機か。ちょっとあの人についてこう。ダースベイダー。あ、ルーク、ルークが来た、ルークが来た。ルークも来た。ベイダーの方がちょっと体力少ない。ちょっと待って。まさか味方拠点側の DF に敵がついてんのか。もう降りた。さて向こうはオフラインのまま。向こうをシャットダウンしたいけど間に合うかな。あ、ルークいる。ルーク走ってる。ヒット。いてて。あそこにいた。パートナーからリスポーン。今度はここか。ちょ、3人称して、ん?やった。3人称してに切り替えてちょっと周りを見ていくのもいいんじゃないかな。こっち乗ってなんか撃たれた。 ATRT が、あ、違う、 ATST か。 ATST がスタンバイしてるな。だけどあそこに敵が、あー、はい、ダメだ。こっから撃てるだけ敵撃っちゃおうか。うわー、はい、あとね、やった。あー、そっちから撃ってくる。お相手、おっ、
シャッダウンザップリンク。敵いるか。 AT-AT は先に進んでってる。おお、おー強い。アシスト。 AT-AT が進行中。お、ベイダー来た。ベイダー、あいつ倒して撃たれてる。そこに敵いるな。やった。さてどうしようかな。今度は向こうの方になるかな。味方がやった。あっちに敵いそうだな。ヒット、いい具合にかわすな。この爆弾は何？爆か。アシスト。あれ、もうやられた。で、向こうに ATST だ。これいただいて呼ぼう。ここからどっからスタートだ。これはさあ、ゆっくり向こうに行こうか。うん、あれはなんだ、ルークか。あれは遅いな。あ、これは遅い。まあルークが見えた気がしたんだけど、遅いな。 ATST すっげえ遅い。これ味方の ATST もう一機。うん、あ、シフト押したら走れるんだ。敵はいない。この中にもいない。いない。もう終盤の方に攻めてってる。あ、敵いた。ATST はちょっと機動力があんまりないから、敵の攻撃に注意して倒した。いたな。あ、これか。どうした。 ATT の下らへんを歩いていこう。ジャンプとかができないしな。こっち行って、あれだね、あれが破壊されたらおしまい。次撃たれてる。攻めすぎかな。こっち行った。ミサイル、あーミサイル来た。スマートロケット、これは落ちてる。ランチャー。さあ、パートナーからリスポーン。え、あれ敵乗ってる。降りた。何。あ、 DF か。パートナーリスポーン。お、さあ敵がいるな。結構あれ敵乗ってるな。これちょっとねきついから。あ、壊れた。敵は敵いるな。先行こう。あいつをシャットダウン。ん？あれはどっちだ？ルークだ。まずいな。あ、で、オービタルミサイル。避けて。あー、ルーク来てる。助けて。あこれは勝てない。あ、倒れた。パートナーリスポーン。さて、シャットダウンしなきゃな。ちょっと開けすぎてんな。どっか端っこの方に。痛い。あ、味方詰まってる。回避。 DF がいたな。あれ壊さなきゃ。うーん、厳しい。味方やられた。
体力とスナイパー。はい、ああダメだな。さあパートナーリスポーン、待ってできるぞ。やった、これ拾っといて、お勝った。はい、とまあこんな感じで帝国軍は本当にこういう有利な武器ロボットが使えちゃうと AT-AT が最後にあれを破壊して終了。というわけでもう結構このスターウォーズベータでできることはやってきたんですが、まだ確か4500ポイントぐらいで使える買えるなんかアビリティか何かがあったので、それゲットしてもう一回やりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。